新千歳空港のおすすめのお土産を食レポ込みでジャンル別に紹介していきたいと思います。今回はスイーツ部門とおつまみ部門2部門に分けて紹介していきます。まずはスイーツ部門から。こちら創業100年以上も続く千秋庵さん。昔からあるノースマンというこしあんが中に入ったパイまんじゅうが有名です。そのおまんじゅうに生クリームを入れた生ノースマンという名前の商品が去年の冬に新たに発売され、今大人気です。こんなにぎっしり生クリームとあんこが入っていて、どちらも滑らかで最高に美味しいです。続いては有名なロイズさんです。こちらポテトチップチョコレートが個人的にとってもおすすめです。一見こうちょっと難しい組み合わせなのかなと思うんですが、相性バッチリでですね、こうザクザクのジャガイモ感あふれるポテトチップスとこう濃厚なチョコレートが最高にマッチしてます。そしてこのロイズさん、なんとパンも売ってます。ロイズさんの商品は2階のお土産エリアどこでもいろいろ売ってるのですが、パンだけは3階のロイズワールドにしか売ってないのでご注意ください。とにかく美味しい生チョコクロワッサンとグデという板チョコが挟まったパンを紹介します。チョコレートが美味しいのはもちろんなんですけれども、パンのクオリティも非常に高くてですね、チョコレートとすごく合っています。それとこの板チョコは硬さがちょうど良くてパンにも合っていて、もう絶妙だなと思いました。味ももちろんとっても美味しいです。そしてロイズさんでもう一つおすすめなのが、この北海道の動物たちが描かれたパッケージがめちゃくちゃ可愛いバラエティパックです。いろんなチョコレートが入っているので味が楽しめます。続いてこの龍月さんの三宝六というバームクーヘンですね。白樺模様のチョコレートが巻いてあるバームクーヘンが有名なんですが、この1本のサイズももちろんいいんですけれども、小さいサイズもありまして、空港限定のパッケージがすごく可愛いのでおすすめです。あと小割りになっているのでとても食べやすいです。ちょっと小腹が空いた時に自分用に機内で食べるのもいいと思います。続いて可愛いドーナツが有名な知床ファクトリーさんです。食べるのがもったいない可愛さで、味によってですね、この猫ちゃんの顔の形だったりチョコのデコレーションが違ってるんですよね。なのでお気に入りの子を見つけて買うという買い方もいいと思います。しっとりふわふわで優しい甘さが口いっぱいに広がる美味しいドーナツです。辻口シェフが手掛ける北海道牛乳カステラ、こちら3階のロイズワールドさんの近くにありますね。で、牛のベンチがお迎えしてくれまして、とっても高級感がある包装だったりするので贈答用にもいいと思います。早速開けてみますと、このような感じ、もうツヤツヤでものすごく甘いいい匂いが漂います。卵と牛乳のコクがしっかりあってふわふわで美味しいです。この森本さんも有名な北海道のお店でですね、この雪ずるという単調ずるがパッケージに描かれたものがおすすめです。こちら外側がですね、かなりふわふわしたスポンジ生地になってまして、中に滑らかなこのバタークリームがぎっしり入っていて美味しいです。で、こちらハスカップ味はですね、酸味がありますので、ちょっと甘すぎるのがちょっとなという方はいいと思います。さっぱりして。で、ここからはおつまみ部門になります。小樽に本店がある釜江さん、こちらかまぼこ屋さんなんですが、この揚げかまぼこがとっても有名です。季節限定の菜の花揚げですとか、季節ごとの商品も置いてあったりします。で、今回はこの春の菜の花揚げとイカボール、こうイカがもう中に入っているのが分かりますね。すごく美味しいです。それと一番私が好きなのがこのきんぴらですね。ごぼうと人参のシャキシャキ感が最高で、かまぼこもとても美味しいです。で、菜の花揚げは初めて食べたのですが、春らしいフレッシュな味わいで、こちらも良かったです。こちら北加藤さんの開拓おかきです。もう結構有名でですね、すごく口当たりがサクサクして軽いので、もういくらでも食べられちゃうちょっと危険なお菓子です。で、個人的に味いっぱいあるんですが、このイカ味がおすすめです。
最後に一押しの海鮮系を紹介します。北海道本舗さんで買えます縁側の珍味です。味が種類結構あるんですけれども、一番辛いチャンジャ味が私は個人的にもうおすすめです。でも苦手な人は明太子味がいいかもしれません。わさびも結構辛めなので、でこの旨味が本当に詰まっていて、海鮮の旨味とあと辛さの旨味両方がギュッとなっていて、おつまみにもご飯のおかずにもどちらも最高に合います。以上になりますが、新千歳空港とっても広いですし、季節ごとの商品もあったりしますので、また機会があればご紹介させていただければなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。